ウンター・シュナイトハイムは、ドイツ・ビュルテンベルク州シュトットガルト行政管区の、オストアルプ郡に属す、町村である。ウンター・シュナイトハイムは、シュナイトハイマー・ゼクタ川の谷、エルバンゲンの東約20キロメートルのネルトリンガー、リースの周縁部に位置する。この町は、バイエルン州との宗教に面している。シュナイトハイマー・ゼクタ川は、ドナウ川に注ぐ。一方、ウンター・シュナイトハイムの、 反対側の町境近くに位置するバルクスハイム地区はヤクスト側の公式な水源地であるがヤクスト側はネッカー川を経てライン側に注いでいる。すなわちヨーロッパの主要な分水帯がウンターシュナイトハイムを通っている。この町は北はタンハウゼン、東はバイエルン州のフレムディンゲンとマルクトフィンゲン、南はキルヒハイム・アムリース及びボブフィンゲン。 南西は、ベストハウゼン、西は、エルバンゲンと境を接している。自治体としてのウンターシナイトハイムは、かつて独立した町村であったガイスリンゲン、ノルトハウゼン、ウンタービルフリンゲン、バルクスハイム、チップリンゲン、チェービンゲンと、これに属す17の村落、小集落、住宅地を含む。州統計局の2015年現在のデータによる。かつてのドイツ騎士団の上官。 ウンターシュナイトハイムは800年頃に作成が始められた古田修道院の財産目録であるトロディティニズ・フル伝説に初めて現れる。中世にはドイツ騎士団の大官所があった。この集落は後の時代まで一部はドイツ騎士団やエッティンゲン・バラーシュタイン家の支配下にあった。何世紀もの間には数多くの他の領主がウンターシュナイトハイムに所領を有した。 世俗化と売身化によってウンターシュナイトハイムは19世紀の初めにまずバイエルン王国領となったが1810年に領土交換によってビュルテンベルク王国領となったこの年のウンターシュナイトハイムの人口は735人オーバーシュナイトハイムは301人であったウンターシュナイトハイムはオーバーアムとエルバンゲンに属し1938年にその大部分が アーレン軍に編入された。1973年の軍の再編により、この町は新たに成立したオストアルプ軍に含まれた。1974年1月1日に、それまで独立した町村であったガイスリンゲン、ノルトハウゼン、ウンタービルフリンゲン、バルクスハイムが、1975年1月1日に、セービンゲンが、ウンターシュナイトハイムに合併した。現在のこの町は、 1975年1月1日に、ウンターシュナイトハイムと、チップリンゲンが合併して成立した。ウンターシュナイトハイム、ノルトハウゼン、ガイスリンゲン、ウンタービルフリンゲン、セービンゲン、チップリンゲン、ゼヒテンハウゼン、ベッシンゲンにはそれぞれローマイコールカトリックの教会がある。バルクスハイムには、福音主義教会がある。この町は、タンハウゼンに本部を置く。 タンハウゼン自治体行政連合に加盟している。ウンターシュナイトハイムの議会は17議席で構成されている。ニコラウス・エイバートは2017年4月2日の町長選挙で対立候補がなく96.3%の支持票を得て再選された。この選挙の投票率は51.9%であった。 ウンタービルフリンゲンのマリアヒルフレイハイドーツェイビンゲンの聖マリエン巡礼教会ツェイビンゲンの墓地には強制労働を生き延びたポーランド人が混流した記念碑が1945年から経っている。ここにはヘッセンタール市の更新で亡くなった42人の強制収容所の犠牲者が葬られている。 1945年春にービンゲン近くの宿場で SS 隊員によって殺害された人々である。彼らは1968年にコフヘンドルフ強制収容所墓地に移された。ウンターシュナイトハイムは純粋なベッドタウンではない。この町には約700人分の職場があるが1300人以上が町外で収入を得て生活している。ウンターシュナイトハイムには 基礎家庭学校と工業実家、実家学校がそれぞれ1校ある。チップリン園と税便園には基礎家庭学校が1校ずつある。さらに町内には合わせて4園の幼稚園がある。上級の学校は周辺都市へ進学する。ありがとうございます。